では、アンジュンノのグラフ見ていきましょう。暗い映画館に入ると、初めは何も見えない。だけど、だんだんうっすらものが見えるようになってくる。それをアンジュンノって言います。アンジュンノを表したグラフがこちらです。暗い部屋に入ってからの時間が横軸。で、縦軸が域値。域値っていうのは、反応できる最小の刺激の強さのことです。つまり、域値がとっても低いってことは、すごく小さい刺激で反応できるってことだから、つまり感度が大きいってことです。これ下に行けば行くほど感度が大きいってことを表してます。すごい域値が小さいね、域値がすごい小さいよってことは、すごい小さい刺激でも反応しちゃうよってことだから、それは感度が大きいってことなんですね。で、アンジュンノが起こる原因の一つに、我々の網膜に並んだ錐体細胞と肝体細胞の感度が上昇することが知られています。錐体細胞や肝体細胞の感度が上昇することでアンジュンノが起きることが知られています。で、こちら見ていただくと、確かになんとなくグラフが下に下がってるように見えるよね。これ下に下がってるってことは感度が大きくなってるってことだからね。暗い部屋に入ってからの時間が経つほど感度が大きくなっていく。で、錐体細胞と肝体細胞の感度の大きくなり方にちょっと違いがあるから見てみよう。錐体細胞は一般に細胞内で起こる化学反応のスピードが速い、比較的速いことが知られています。なので、まず真っ先に感度を上昇させるのはこの錐体細胞の方です。これ素早くサッと下がってる、素早くサッと下がってるってことは、何度も何度も繰り返すけど、下に行けば行くほど感度が大きいってことなんだから、素早く下がってるってことは素早く感度を上昇させるってこと。だけど素早く感度を上昇させてるんだけど、あとはそのまんま、もうそれ以上感度は上昇しないよってのがこの錐体細胞のグラフ。一方、肝体細胞はゆっくりゆっくりではあるけど、どん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 下に、どん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 感度を上昇させて、やがては数千倍から数万倍に感度を上昇させると言われています、この肝体細胞。そんな風に網膜に並んだ2種類の子細胞、錐体細胞と肝体細胞で感度の上昇の仕方が違うんですね。で、我々の網膜全体で見たら、我々の網膜には錐体細胞と肝体細胞が並んでいるわけだから、我々の網膜全体で見たら、錐体細胞、肝体細胞、どっちかが反応してくれればいいわけだから、錐体細胞と肝体細胞のどっちかが反応してくれればいいわけだから、網膜のグラフは、こうなる。こう。これが網膜のグラフ。小さい、ね、刺激、ね、弱い光に錐体細胞が反応してますよ。で、バトンタッチ。ね、一番弱い光に反応できるのは俺だぜっていう肝体細胞がずっとどん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 感度を上昇させて、で、ものすごく感度が上昇していくという、このグラフが網膜全体のグラフ。ここに屈曲が見られるのがポイントで、実際に実験してもこの屈曲が見られることが知られています。で、もちろんね、この錐体細胞、肝体細胞のグラフね、錐体細胞を持たない方とかね、肝体細胞を持たない方とかの協力を得て、このグラフが描かれていますし、今ではね、確からしいと言われています。実際実験すると、このようなグラフが描かれることになります。で、この肝体細胞、ね、どうやって感度を上昇させていくんだろう。ね、その理由の一つに、ロドプシンの再生ってのがあります。肝体細胞、明るいところでは、このね、これが肝体細胞のモデル。で、ここに円盤がいっぱいあって、この円盤にロドプシンっていう物質が埋まってる。この円盤の膜上にロドプシンっていう物質が埋まってる。このロドプシンっていうのは、オプシンっていうタンパク質と、このレチナールっていう物質を合わせたものをロドプシンっていう。で、光を受けると、このロドプシンの中のレチナールが、これちょっと図示してないけど、このレチナールがビョーンと構造を変えて、ね、このレチナールが光を受けると、ビョーンと構造を変えて、で、その構造を変えたことが、オプシンにも伝わって、ね、オプシンの構造が少し変化して、で、ロドプシンが活性化する。光を受けると、ロドプシンが活性化する。で、ロドプシンが活性化したら、その情報がね、伝わっていって、まあ、やがて脳に、その情報が伝わっていくわけ。で、一回これ光浴びて、活性型になって、光の情報を伝えると。そうすると、いろんな反応が起きて、オプシンとレチナールに分離してしまいます。いろんな反応を経て。で、このオプシンとレチナールに分解してしまって、それをもう一回ロドプシンに戻すのに、つまりロドプシンを再生するのに、
この状態にこれとこれを戻すのに時間がかかるんですね。結構時間がかかるんですよ。で、明るいとこだとこのロドプシンの分解がガンガン起こってると、ね、このロドプシンが光を受けてこう分解していくわけだから、このロドプシンの分解が明るいところではガンガン起こってる。で、ロドプシンがあればあるほど弱い光に反応できるんですよ。で、明るいところにいた人が暗い部屋に移るとロドプシンの数が足りないわけだよね。で、暗い部屋に移った瞬間はもうロドプシンの数が足りないと。だけど、だんだん時間が経つにつれて、このロドプシンをガンガン再生していって、で、ものすごい量のロドプシンを再生して、そうすると、本当に弱い光、ものすごく弱い光でも、このロドプシンがキャッチできるようになるわけです。そんな風に、このロドプシンの再生にかかる時間が、この長いね、肝体細胞が感度を上昇させるまでの時間なんですね。ちなみに、錐体細胞もね、同じようなものがあってね、ロドプシンと同じような、まあ、ちょっと違うんだけど、錐体細胞にもロドプシンと同じようなものがあって、で、その再生はね、比較的早いことが知られています。で、こんな風にね、アンジュン脳のグラフ、少しね、初めびっくりすると思うけど、まあ、一個一個見てみればそんなに難しいグラフではありません。ね、もう一回ね、ちょっと復習してみてください。